岡山市の指定暴力団池田組の組長を狙った襲撃事件などを受けて岡山県公安委員会は今日暴力団対策法に基づき池田組事務所など2か所の使用を3ヶ月制限する本命令を出しました使用制限の本命令が出されたのは岡山市北区多町の池田組の事務所と北区中央町の関連施設です 本命令は暴力団対策法に基づききょう行われた組側の意見を聞く意見聴取を踏まえて決まったものできょうから3か月事務所として使用することが禁止されます意見聴取には組長の代理として幹部が出席し北区田町の事務所について去年12月岡山地裁で事務所の使用差し止めの仮処分が決定してから使用していない 今後、使用する予定もないないどと述べました、また、池田組と対立する6代目山口組傘下三代目妹尾組と2代目南進会は意見聴取に出席せず事務所の使用を3か,月3か月制限する本命令が今月21日に出される予定です。